噂は、行く。エラーを起点に試合をひっくり返されるのは弱いチーム。ハムってエスコンの勝率やばない。噂は珍しくブチギレとるね。問題は8回誰投げさすか。エラーを起点に試合をひっくり返されるのは弱いチーム。まあいつ打たれてもおかしくはない感じではあったけど、落とさないだけ成長したぞ清宮。よし、あとは全部オスナに投げさせよう。ここであと1点は取れんから勝てんのよ。キャッチまで安心できん。ハムの守備、藤本の時計なんやロレックスではなさそうやけど。ほらな、ハムファンのトラウマだろう。まあ結果論や今日の噂は後半は悪くなかったし、4点も取れるなんて何か悪いもんでも食ったんかな。しょうもねえエラーすんなやほんま。清宮てめえいい加減にしろ。やっぱエラー減らさないときついわ。ソフトバンクに逆転されるチーム、清エラーとバッテリーミスまあそうなる。ここで長打が打てるようになったか柳町。マジでエラー多すぎだし投手は崩壊してるし、どうなってんだこのチーム。ご視聴ありがとうございました。